願いたいと、まあ、こう考えております。まあ、冒頭のご挨拶でもお詫びということをおっしゃいました。まあ、厳しい船出になるだろうというふうにおっしゃってた中で今回こういった経緯があったということを、今後の党運営をですねどのようにやっていきたいというふうに思われますか。はい、まあ、皆さん力を合わせていただいて、まあ、私自身はとにかく皆さん方の力を引き出すという役割に徹して党をまとめていきたいと思います。各社さんいかがでしょうか。総合的な判断まあ、総合的な判断というのはですね、いろんなことを判断させていただいたということでご理解をいただきたいと思います。山本さんに関しては週刊誌報道で今月の2日にですね、ホテルに男性と入られたという報じられ方がされると思うんですけれども、それについてはいかが思われますか。いや、それはまあ私は、記事も読んでおりませんし、山本さんについてはそういうことをされる方ではないと私は思っておりますが、まあ、いずれにしても、彼女は優位な人材でありますので、今後彼女の活躍の場というものをしっかりと探していきたい。もちろん彼女だけではなくて優秀な人材が特に若手でいっぱい、おりますので、そういう方々の活躍の場というものも模索をしていきたいと思っています。その不定疑惑の報道予定は今回の、幹事長から山本さんが降りると変更されるという